ざす。はい、どうも宮城応援羊です。どうでした、応援は。応援はね、江澤君のおかげでなんかちょっとね、好調になりかけてる。確かに、あのいつもの動画よりも再生回数ちょっと上がってますよね。うん、あのやっぱりね、ちょっと調べられてる。うん、まあでもあれですよ、感度高いですよね今。うん、感度高いしね、やっぱこれはあの町おこしの羊としてもね、だいぶちょっといい仕事したから大事です、うん、これで格出しを、そしてそのゲストハウスでしたっけ、つながってくれると嬉しいです、ね、うん、あればね、うん、またね、ちょっと新たなプロジェクトもね、ちょっとずつね、準備中の羊だから。すごいですね、もうエンジンかかりまくりです。まあこれからですからね、私、私これからですから。素晴らしい、エンストしないようにお願いします。うん、そうだちょっとね、エンストしながら走るのが得意で排気ガス撒き散らしてなんぼの人ですか。ちょっと今パンチラインっぽかったね。かっこいいですね。ちょっとかっこよかったね、ちょっとラッパだったね。MC 必要だと。だいぶでも、あの一発目のやつで結構エンジンかかってたんで。ああ、あれはね、そうなんですよ、ウォーミングアップにもなるからね。あの長州力がラリアットする前の腕回してみたいな、あれになあれあれあれということで、はい、これはアサベンジャーズですよ皆さん。ナス。アサベンジャーズもやるからね、うん、マルチの羊だ。マルチの羊って言うとなんかちょっと違う、あのうさんくさい、あのなるほど、クフエみたいなのではありません。そっちのマルチ、今クフエとこの販売ではありませんから。昨日なんかニュースでやってましたよ。ということで、なんかね、羊ちゃんの朝弁タイムはね、あんまりないんですよ、最近ね。だからちょっと私が、N 座がどうなってるのか、チェッキング&チェッキング。ああ、そうですね。チェッキング&宮殿でね。これ前回。前回なんかクライマックスとか、そうそう、ね、言ってました、ね。クライマックス、覚えてますね。うん、なんかクライマックスってことですか。いや、それで、なんていうんですかね。たくさん食らってマックスになるみたいな。あ、そう、もうマックス食らえという。ええ、マックス食らえっていうので。あの、マックス村井の時代が終わってるから。マックス食らいだから。マックス村井？クフドラだから。マックス村井誰ですか？あの、なんかパズドラかなんかの YouTube。めっちゃいろいろ知ってますね。私、物を知りの羊だからね、これ、うん。確かに。でも知識じゃないって言ってましたよ。知識じゃダメだから。そう。だからあんまりね、分かってると分かってない、うん。できるかできないか。まあそうですね。で、なんかこう、僕が〇〇する〇〇なるのを、ちょっとこう、FC に内密にこう情報を送ったじゃないですか。あのおっさんか。ええ。ちょっと聞いてくる。ええ。なんか寝てた。で、なんかあの話と、まあ、割とクライマックスってちょっと似てる気がして、うんうんうん、で、あのあそこでなんかその N 沢風になってるって言われたんですよ。あ、 N 沢風、うん、だからそれもなんとなく、あ、なんかき、あ、そういうことかと思って、うん、なんかこう気づきはよかったけど、またワンパターンの方に持っていかれてるみたいな。あのね、まあ、分かりやすい、私なんか分かりやすいのは、まあ、なくなっちゃいましたけど、田村正和何の役やっても古畑任三郎。あ、それが田村正和風というか、その古畑風が全部乗っかっちゃう。なるほど。キムタク何の役やってもキムタクみたいな。その癖を自分で外せない限り、もうなんか、なんだか鉄仮面が顔みたいなね、お話あるんですよ。F の書いたね、本があるんですよ。うん、その鉄仮面をかぶって演じてたら、鉄仮面が取れなくなっちゃったみたいな。この今のお話で浮かぶドラマは何でしょう。ドラマですか。ヒントは南野陽子。ヒントは最高。諦めないでです。うん？諦めないでです。それマヤミキです。ヒントは浅香唯という。もうこの3つ言ったら皆さんお分かりですよね。昭和の皆さんお分かりですよ。あ、昭和の皆さん。許さんぜよ。ああ、聞いたことある。許さん、おめえら許さんぜ。ああ、セーラー服のやつですか。あ、なんでしょう、それは。
と機関銃でしたっけ。ねえ。これ快感の方ですよ。快感の方です。快感の方でした。快感の方なの。スケバンデカでしょこれ。そうか。なんで薬師丸ひろ子の方行っちゃうかね。いや。今のなんかこう映像は出てました、映像は。なんで角川三姉妹の方行っちゃうの。すいません。ということで、あ、そういうこと。そう。何言おうとしたか、ちょっと今。あ、だからその、あれ、だから風味の方、風味が、癖が取れないと、うん、その、プレーン味の方にならないわけ。だからそのハードディスクが全部埋まっちゃってるみたいな状態になるわけ。人で言うと、うん、あ、僕が最近すごいなと思ったのは、あの香川照之です。ああ、最近なんだっけ、日本沈没かなんかで酷評されているという。なんか、癖が強すぎる演技やりすぎて、そんなやつ世の中いねえよと言われているという。あの人だって何人の役でもできるじゃないですか。だってしかも、なんか落語だ、なんかそっち系もやるじゃないですか。うんうん、で、ドラマもやって、しかもなんか朝の情報番組やり始めたんで、MC。なるほど。だから、でも香川照之っていう、なんていうか、キムタク感とかじゃないじゃないですか、なんか、その役柄にこう染まれるみたいな、何者にでも本当に慣れてるな。あ、そうそう、それでね、よく言われてるのは、香川照之つながりで言えばね、半沢直樹さんの方ですよ。ああ、酒井。あの人の方がどっちかというといろんなものに染まれるという噂は聞きます。確かに。香川はね、染まれるかもしれないんだけど、いつもね、なんか土下座させられたりとかね、確かにやってる役がなんか違う映画やドラマなのに同じようなことばっかりやらされて。確かにオーバーですよ、しかもなんか。そう、オーバー役ばっかりやらされて。ある意味リアクション芸人みたいな。リアクション芸人みたいになっちゃってるんで、ダチョウ倶楽部の俳優版みたいになっちゃってるんで。でもすごいですよね。あ、だけど、そうなんですよ。香川照之はですね、まあ、いろんな感じになれるという。うん、そう考えたときにですね、うん、昨日また動画を見てたら、うん、外側と内側みたいな内的な気づきっていうのは言葉じゃないっていうのを、うん、あ、面白いなと思って、でその禅の話してて、うん、でそこで思ったのが、僕がこう感じてるこのトレーニングの部分って結局動きっていうのはこう重さであり、こう差ってこう違いなんですよ、差の違いみたいな、うん、この綱引きでいうとこう両方が引っ張ってたらこうお互いバランス取れてるじゃないですか、うん、片方が引っ張らなくなるとこっちもう力なくてもこう引っ張れるじゃないですか、うん、ビヨンってなります。そうそうです。これがなんか差異で、これが動きだっていう話で、天秤とかも一緒じゃないですか。うん、なるほど。で、その話をとなんかちょっとリンクして、結局、クライマックスも、その、昨日の状態から今日どれぐらいこう差が生まれられるかみたいな。ああ、なるほど。イエスです。っていうふうにちょっと考えたら、うん、その、僕が思ってるその、僕らがそのやっていきたいところってチャレンジだったりとかっていう部分で、うん、結局できない部分は逆に考えるとその何かの基準による際にこう振り回されてるみたいな。なんかちょっと難しい感じだけどな。まあ言いたいことはなんとなく分かる、だから僕はその体の基準っていう、だから基準っていうのがそもそもおかしいと思ったんですよ、その、うん、FC が言ってたその言葉にその内内的なものはないっていう、うん、言葉がそのなんか全てじゃないみたいな、ちょっと僕の解釈が間違ってるかもしれないですけど、うん、ってなると基準っていうのは言葉、ある意味言葉じゃないですか、うん、誰かが言葉で発して決めたものにこう染まっちゃってると結局そことの差を自分が考え始めて、うん、なんかこう外面だけでこう作られていくみたいな、うん、イメージになってきた時に、うん、じゃあそのいろんな基準って多分あると思うんですよ。ある。それをまあ僕はその体の基準であり、で、まあ、クフクだったり FC、クフフファミリーは、まあ、ある意味そのビジネスとかこうコンテンツっていうか、なんていうんですかね、そっちの方のこう基準っていうのを、まあ、ぶっ壊していくみたいなのはちょっと面白いなと思って、うんうん、ちょっと一人で考えながら、
昨日なんかその才っていうのをどういうふうに、まあ、捉えていくかで、結局なんていうんですか、一方向性の視点でしか考えてないから僕風なものができちゃうみたいな、その風味が出るみたいな。だからその風味を、だから多分田村正和が古畑任三郎風味をどうやったら取れるかという問題なんです。真逆をやるしかないです、うん、一つはいいですね、あとはあの犯人役をやるとかです、まあ、犯人役だね、あとはそういう人いますよね、なんだろうな、でもいろいろありますよね、それこそお笑いやるとか、うん、そうそう、だから違うことやらないと幅が広がらないわけです、そう考えるとなんかすごく肩が抜けてフランクにこういろいろ出ますよね、なんか別に基準がないから何なんでしょうね。篠原涼子はごっつええ感じ出るんですよ。ああ確かに、あれは面白かったですね。そうなんですよ、それがいつの間にかなんかね女優の方向で成功してしまった。ええ、意図したの説明される。そう、東京パフォーマンスドール。東京パフォーマンスドールってすごい名前ですね。そうなんですよ。今考え、大阪もあった。あ、そうなんですか。大阪もあったから。え、大阪誰なんですか。大阪誰でしょうね。あのだよねって歌ってた人いるじゃないですか。ああ。あれはね、大阪か東京か忘れましたけど、確かどっちかだと思います。あれ誰でしたっけ。なんか一位よりみたいなそのような名前でした。ちょっとわかんないですけど。これね、ちょっとね、まず前半戦はじゃあこんな感じしまして、後半戦の羊のね、羊ラリアットを。羊ラリアットです。ちょっと一旦切ります。うん。